はい、ということで皆さん、こんばんは。これがね、本日15日目。これが最後の一パックです。いや、もう最後の一パックやからね。もうみんな安心して、ブルーアイズ出るから。あー、よかったよかった。一発目からブルーアイズ出ると思うから、行くよ。じゃあ、最終日。最終日っていうか、15日目。行きます。せーの、こちら。ドン！ワンアップ。イエス！じゃあ2枚目いきますね。せーの、ブルーアイズ。イエス。あー、ブルーアイズホワイトドラゴンではなかった、レッサードラゴンでしたね。おかしいな。まあまあ3枚目かな。3枚目にブルーアイズ出るかな。まあそろそろ出んと困るしね。最後の1パックやから。いきます。3、2、1。はい、こちらリザード兵クソカテ。あ、でもドラゴン系じゃね。これドラゴン系で続いてるってことは、これ最後3枚目終わって4枚目、これブルーアイズ確定ちゃう？いきますよ。せーの、ドン。おーっと、ブルーアイズじゃないけど、ここでスーパーレア新しいですね。新しいやつ、トラップカード、暴虐の報い。自分フィールドの表側表示の通常モンスターが2体以上同時に相手の効果で破壊された時に発動できる。自分の墓地のモンスターを2体まで選び、自分フィールドに表側表示で特殊召喚する。うわぁ、いいじゃん。なんか効果でフィールド上のモンスター2体ドドーンって殺されたら、結局そいつまた出せるみたいなもんでしょ。まあそんなんいいや。もう最終日や。もうこの次絶対もうブルーアイズじゃないとおかしい。は、一箱買ってブルーアイズ出んかったらもうおかしいやろ。よし、いきますよ。では、いきます。いでよ、ブルーアイズホワイトドラゴン。3、2、1、ドーン。まあ新しいカードですね。ロードマジックテンペスト、魔法カード。自分フィールドに表側表示モンスターかっこレベル7以上魔法使い族がいる場合、手札のモンスター風属性1体を墓地へ送って発動できる。相手フィールドのモンスターを3体まで選んで表示形式を変更する。はい、ということで2パック目買いに行きたいと思います。マジかよ。はい、ということでね、15日間かけて中間報告ですね。全部で51種類あるんですけど、一箱買って39種類ですね。一応これあいうえお順にね、今並べたんですけど、二箱目いくか。マジでいつ終わる？